いやー1月も終わりましたねー。ということで、今回は1月の実現損益の方をちょっと公開していこうかなって思います。結論、こちらでございます。利益の合計が13万7950円でございます。で、いくら損切りしたと7万4285円です。合計は 6万3665円になりました。ということで、あの、まあ、13万出しました利益を。で、内容がこちらでございます。1月の12日からやってますね。はい。エニーカラー触りましたね。なんで買いな、これは。なんで私はエニーカラーを触ったのかは、ちょっと不明なんですけれども。 なぜか取れてますね <laughs> あんだけ触らん触らんって言いよったのに触ってますねまあ取れたけんいいでしょう日経レバーをとうとうう売りましたねずっとねどうしよう売った方がいいとかいな持っとった方がいいとかいなでも今日経調子いいもんなっていう時で 全く売れてなくてでも一時期下がったやんかあの時にああもういいやと思って売りましたまあ案の定次の日上がったんですけどまあまあいいでしょうってことで日経レバーを売ってまあ合計2万6000円になってますわ年始は良かったです多分ねそういえば次がですね ファンタシーシューターっていうところがあるんですけれどもこれはして株ですねあの X で有名なトレーダーさんが言った言葉を鵜呑みにしてまた年末ぐらいに仕込んでおりましたまた買ったんかって話なんですけれども買ってしまうんですよねそれが <laughs> あのまあまあワンチャン上がればいいだろう宝くじですねこれは年末ジャンボファンタシスタですねこれは <laughs> はいってことであの外れましたね1万5000円1万6000円本切りしましたってことで次がですね「フルの電気」ですねこれはですね決算良かった件買った銘柄ですね 船関連なんか造船関連でしたっけこれは。かなんかでなんか言われとって、決算良かったけん、上がったっちゃん。で、ちょっと下がったんよ。そこをちょっと狙ってみよう。ポーンって入って、すぐ利確してますね。あんまり、あの、なかったんで、出来たかも。って感じで、パッて取って、パッて売ったみたいな感じ。で、780円取れております。超美益、しょっぱ。 はい次がですね川崎岐阜でございますシンプルに売買代金が最近もう上の方おるやんずっと夜券まあ、触ってみようって思って取れましたね素晴らしい1万9400円ですねはい次がですねはい桜ちゃんですねいやーこれはねもう桜ちゃんはマジで遊ばれてましたもんね <laughs> 私がですねあの大地のうどんっていうめちゃくちゃ美味しいうどん屋さんがあるわけですよでですねそこでまあねごぼ天がドーンってあるめちゃくちゃ美味しいうどんがあるんですけど桜をこう見ながらこう食べよったわけですよでそしたら <laughs> 私こ,うここのライン割ったらいかんよっていう線がこうあったんですよそこをドーンって急に1分足でダッって下下がって「待て待て待て」と。 これ多分リバルっちゃろうけど、待てんくて、あ、やばーと思ってすぐバッて切ったんですよ。そしたら、案の定リバってっていう、なんか苦い思い出もあるんですけど、うどん食べながら取れましたね。<laughs> 3750円取れてますね。はい、次がですね、はい、川崎ですね。またお前かいって話なんですけれども、これはちょっと、 ね、苦い思い出がありまして差し値注文がでできてなかったわけですよこ,れはここの値段で売りたいっていう値段があっていや初めて差し値で注文しようって思ってあのポチって押したらすぐ厄上しちゃってで「はあなんで?」ってなったら。 あのコメントで「あの逆差し寝なのでは?」って言われて「マジか」ってなってあのすぐ切られましたね <laughs> あのこれはマジご発注ですねでムカついてまた買ってますねで1万円取っております次がですね22日に桜インターネット触っております でこれもまたね、まあ、上の方におったっけん、ね、しょうがないっちゃん、バイバイ代金ランキングに。それはもうね、触るんですよ。下がったところ取りましたわ。で、そしたら3600円ぐらい取れて、いや、もういいってなって、この日は動きが特にこう、やばかったんで、あのすぐ売りましたね。 はい次また川崎触って多分すぐ切ったのかなとは思うんですけどこれも2500円取れてますねはい次がですね NF 銀行業っていう多分銀行の ETF ですかねこれはなんかのあ日銀会合ですわ日銀会合の前に切ってますねこれはなんか 美粒やしもうなんか ET F や ETF やし ETF やしなんかもうい,いかなと思ってなんか切ってますねこれ500円取ってますはい次がですね桜インターネット触っておりますね桜桜で合計1万6000円取っておりますはいこれもねあの動き分かりやすかったんでって感じですかね <laughs> はい でですね、昨日ですね QPS 研究所触っておりましたでこれがですねすごかったですよ一旦キュイーン上がってこう下がったんですよでまたこう戻してここのね高値を超えたけんねあもう入ってみよう200株と思って取ったらもうあとはもう上にポーンって行ってもらってでね 1,800と1,870ぐらいでこうーってずーっとうねうねしよって1,800割れたんですよ一回。でそこで割れた瞬間うわ切らんといかん嫌や,やわーとか思いながらでもこれ切らんといかんよなどいやどうしようどうしようって思ってちょっとなんかもう1,700なんか90とかなんかで切りましたそういえば。 そう1780とかで本当は1800で切ろうと思ったんですけどちょっと渋って渋って1780円とかで切った瞬間ブワー戻して1830とかまでいったけんうわーとか思ったんですけどこればっかりは本当にねあのね頭と尻尾はなんとかかんとかって言えないですかまあそれなんであのいいですわと思って <laughs> まあそう思うしかないっちゃけどあの。 まあそんな感じで切っちゃいましたねで合計3万ぐらいですかね QPS にはこれはですねデートレではなくあの今回結構取れた件さもう損益通算しようって思ってもう切っとこうと思ってヨネックスってやつを持っとった件これは損切りしました何で買ったのかも知らんこれは <laughs> で、S リードはですね、これはね、確か年末じゃない、12月ぐらいに買ったんですけど、まあ普通に低 p b r やし、なんか不動産関係で、明日ね、あれがあるけんさ、FOMC あるけんさ、もうきっとこうと思って、ちょっと利益乗って、一旦ね、一旦ね、週足かなんかの 高値までこう行ったんですけどそこをこう息き切らんでこう下がって今ねもうなんかこんな感じやけんもう切っとこうかなと思って切りましたねあと不動産関係やし金利のあれもあるしあ関係するっちゃないととか思ってなんか切ってますね1月の損益こんな感じでございましたまあね1月はねうえちゃんはね6万円取れてるのであまあね来月もちょっと頑張ろうかなーとか思いますね <laughs> はい、こんな感じで株式投資のお話をちょろちょろっとしてるチャンネルではございますので、チャンネル登録とあの高評価の方を押していただけるとまた次の動画作ろうかなーとか思うのであのよろしくお願いします。デイトレの配信を朝の9時ぐらいからやってることが多いのであの遊びに来ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、てな感じで今回は以上になります。